チス、誰も知らない狩人、イカレタコスケです。モンスターハンターライズサンブレイク続報、東京ゲームショウお疲れ様でした。外部コラボ、セガのコラボがやってくるみたいですね。セガコラボが来るってことは、他のコラボもきっとたくさんやってくれるんじゃないでしょうか。最近ではスマッシュブラザーズで、キングダムハーツのソラが追加されたとツイッターで話題になってますんで、モンスターハンターにもね、コラボの光が差し込むんではないかと個人的には思っています。さて、奥として、釈銀竜メルゼナの名前も気になりましたけども、もう一個気になる情報がありましたね。それはムービー付きで登場した復活モンスターです。モンスターハンターライズサンブレイクで復活するモンスターっていうのが紹介されていました。これがね、将軍ギザミというカニモンスターなんですけども、いや、将軍ギザミ来るとは思わなかったですね。なぜかモンスターハンターワールドアイスボーンにも影も形も登場しなかったですけども、その後のライズももちろんですけども、その後のモンスターハンターストーリーズ2っていうモンハン RPG ですね、あれもこぞってモンスターたくさん登場してたわけですよ。過去モンスターとかもう今や全く見なくなってしまった、ドスランポス系とかね、あの辺も登場していたわけですよ。その作品に大名ザザミっていうカニはいたんですけども、将軍ギザミはいなかったんですね。これは将軍ギザミやっちまったなと、永久追放確定かと。過去もうしばらく出てないモンスターで 何匹かいますから、同じようにもうギザミと戦うことはないのかって思ったんですけども、なんとモンスターハンターライズサンブレイクで復活を果たしたということで、やったぜって思ったんだけど、待てよと、将軍ギザミが復活したのであれば、ここから他の復活モンスター割と割り出せるんではないかなと。この将軍ギザミね、鎧崎将軍ギザミっていう、まあ二つ名モンスターっていうのが存在してたんですよ。この二つ名モンスターっていうのは、まあ、過去作品における、見た目はね、似てるけど違う。もちろん強さも違う。作れる防具も違うっていう、まあ、ちょっと似てるけども、全く別物の強い個体っていう存在、まあ、ボスみたいなね、感じだったんですよ。そのモンスターが存在してるんですね。将軍ギザミには、二つ名モンスターが。で、モンスターハンター、ライズには主モンスターっていうのが出てくるじゃないですか。この主モンスターっていうのはもうその二つ名モンスターなんですよ。簡単に言ってしまうと、二つ名モンスターから主モンスターとして、今作ライズに、まあ、来てるんですよね。で、将軍ギザミには主モンスターが存在するってことは、他の主モンスターたちもおそらく二つ名モンスターから持ってくる可能性がある。で、主モンスターが出るっていうことは通常個体も出るってことになったら、どんなモンスターが出るかっていうのがなんとなく予想がついてくるんじゃないかなってことで、その話をしていこうと思います。さて、登場確率大、この子はまさにフラグなのではないかなと思われていますね。鉄カブラでございます。集会所の五穀さんが妖体に乗ってることでよく話題に上がる鉄カブラというモンスターがございます。このモンスターにも二つ名が存在しているんですよ。ここで出なければどこで出るのかと。妖体モンスターがいるモンスターは他にもね、いるんですよね。ザボアザギルとかね、いるんですけども、でももうここまでフラグが立ってしまったら逆に出ないのかっていうところがちょっとございますな。そしてこいつも濃厚ですね。大名ザザミ、先ほどお話で出ましたけども、カニ系モンスターの初代となります。攻撃の将軍ギザミ、ガードの大名ザザミ、まあ硬いねカニになっているわけですよ。タテガニという名前がついているぐらいに、このモンスターにも二つ名が存在します。なんせ将軍ギザミが出てるから、ここで大名ザザミを出さないっていうのは、まあ、ちょっとねありえないかなっていう感じはしますよね。おそらく将軍ギザミが選ばれた理由の一つって、名前が将軍だからライズの世界観に合うっていうのもあると思うんですよ。であれば大名ザザミも存在してもおかしくはないかなっていうのと、まあ何にせよ骨格がね同じカニ系でございますから、
作りやすさもあって、ここで大名ザザミやってくるんじゃないかなと。2つ名の名はホコクダキという名前になってますね。そして爆追流フラガンキン、このモンスターも2つ名が存在しています。モンスターハンターワールドアイスボーン、それからモンスターハンターストーリーズ2でも登場しました。でこのモンスターのフラグとしては爆破属性だよね。爆破属性持ちで過去に2つ名として存在していたモンスターなんですよ。あのモンスターハンターライズは今のところ爆破属性持ってるのはマガイマガドとバゼルギウスだけだっけ。そんなもんかな。でも他になんか誰かいたかな。いなかったような忘れちゃいましたけども、まあそんなに多くないわけですよ、爆破属性武器っていうのは。ってなるとマスターランク、あのサンブレイクに入った時の新しいランクマスターランクに入った時に、まあ一番最初に出てきてもおかしくないのは爆破持ちでかつ二つ名持ちであった爆追裏眼筋、この辺りじゃないですかね。これはでもありそうだよな。そして超有名、超有名というか最も長く二つ名が存在していると言っても過言ではないイアン・ガルルガですね。この、まあ、もうクック先生って言ってもね、モンスターハンターライズの人からだと分かりにくいのか。だからなんだろうね、スマートなバサルモスとは言わないですけども、まああのちょっと細い、まあ、リオレウスリオレイヤーみたいなね、頭の大きいちょっと細いリオレウスリオレイヤーみたいな潮流というものが存在しますね。今作潮流いない、あいるわ、アケノシルム。まあ簡単に言うと毒アケノシルムです。このイアン・ガルルがまあモンスターハンターシリーズには片っ端から登場していますけども、このモンスターにも2つ名が存在するし、まあ単純に人気の度合い的に出る可能性は大いにあるかなと。属性が毒で過去作ではあの超強力な激毒っていうのも使ってましたけども、今作は確かリオレイヤー主リオレイヤーが猛毒使ってくるんで、ワンチャンマスターランクで激毒って言われるね、さらに上位の毒の存在がまた復活する可能性はあるかもしれないですね。まあハンター側はね猛毒持ってないですけども、これワンチャンあるかもしれないですね。ハンター側が猛毒持つとかね、こいつが出たら手を叩いて喜ぶ人がいるんじゃないでしょうか。ホロロホルルというモンスターがいます。このモンスターはレアだね。見た目はまあフクロウって言ったらいいんですかね、おぼろ隠れホロロホルルって名前がついている二つ名モンスターがいるんで、まあ、二つ名の名前だけで言うとまさに忍者と言ってもいいんですけど、まあ、このホロロホルルっていうのはあのね、復活なぜしないかもしれないかなって思われるのは超特殊な能力持ってるんですよ。超特殊な能力っていうのはまあハンターを混乱させるんだよね。でその混乱っていうのはどうなるかっていうと、入力ボタンが逆になる、左を押したら右に行きってやつですね。まあ、今はスティックか。スティック倒した方と逆に進んでしまうっていう。まあ、言うたらちょっとめたいのかなみたいな能力を持ってるんですよ。なので、ただ、この世界観にはドンピシャなんで、まあ、ワンチャンあるかな。かなり個人的にも特殊なモンスターの部類に入りますんで、まあ、ワンチャンあるのかなっていうね、モンスターですが、将軍ギザミが来たからね、ホロロホルル復活はあるんじゃないでしょうか。今のところダブルクロスだけかないるの。さてこっからは一気にちょっと言ってしまいますけども、今作は玉三つねがね登場してますよね。この玉三つね、いわゆる四天王と呼ばれるモンスターたちで、まあワールドアイスボーンの時にもディノバルドっていうモンスターが出たんですけども、こいつも四天王だったんですね。で他の四天王も出るのかなって思ってたんですけども、言われてたんですけども、まあ公式の方からどこまで、まあ、信憑性のある名言になるかわからないですけども、四天王を出しすぎてしまうとその四天王のいた作品に近くなりすぎてしまうから、そんなに出さないっていう話をしてたんですよ。でその四天王がどこにいたかっていうと、まあダブルクロスとかにいたんだよね。でモンスターハンターライズはいろんな面でダブルクロスに寄ってるところがあります。さっき言った、まあ、さっき今回紹介している2つ名モンスターが主であったり、入れ替え技鉄柱主義の中に、まあ、過去ダブルクロスにおける
狩技と同じようなものがあったり似通ってる部分がございます。なのでこの残り3匹も出る可能性は結構高いんじゃないですか。ここまでいろんなリスペクトをしていて、この四天王をリスペクトしないって理由があまり思いつかないので、ここ出てくる可能性がありますね。もし出てくると静電種ライゼクスが存在する、まあ雷の飛竜ライゼクスですね、あのリオレイヤの浮気相手と言われているモンスターですが、めっちゃ見た目のかっこいいね、ちょっとムシムシしい感じのあのスタイリッシュな飛竜、それから銀霊ガムートが存在するガムート、もうゾウさんです、マンモスですね。このモンスターも来る可能性があります。そしてアイスボーンでも登場しました、ディノバルド、尻尾が剣になっているという、まあもうそういうの好きな人にはたまらないモンスターがね存在します。ディノバルドは爆破だったっけ、火属性だったっけ、忘れちゃったな、爆破だったかな。そうなってくるとね、ウラガンキンとも被ってくるけど、まあ爆破モンスターが数種類いても全然おかしくないですからね。だからこの辺、四天王が追加される可能性っていうのは割とモンスターハンターライズのデザインだとあるよね。さて、こっからは持論なんですけども、同時視聴の時にも少しお話ししたんですが、まあ主モンスターが、まあ主モンスターはまあ既存のね、通常個体が追加されてもやっぱ主防具が欲しいよねっていう話を、聞きました。でも確かにそれはそうって思ったんです。で、なんで主防具がないのかっていうと、これはあのモンスターハンターワールドの時に遡るんですけども、その時コラボモンスターでむちゃくちゃ強いファイナルファンタジーより、グラビモスじゃないベヒーモスっていうモンスターがね追加されたんですよ。で、そのベヒーモス自体はまあなんとかなったんですけども、ただまあその、あれか、通常のベヒーモスもイベントにおいては確かソロかなんかでやんなきゃいけなかったんだよね。で、その後に、極ベヒーモスっていう超超高難易度のモンスターが出てきたんですね。で、この難易度の高さで言うと、もしかすると、装備とか云々とか、考えて、その当時の難しさで言うと1位かなと。ミラボレアスを抜く可能性があるレベルの強さを誇っていたんですよ。まあ当然倒せない人がたくさん出ました。で、そのモンスターの報酬っていうのが、ファイナルファンタジーのコラボの重ね着だったんですね。竜騎士になれるっていう。一応普通の防具は通常のベヒーモスを倒せば手に入ったんですけども、まあ、重ね着ってことで、いつでも竜騎士になれるっていうのが報酬だったんですよ。その報酬が手に入らない人がたくさんいた。何を隠そう、私も持っていない。確か。あれ持ってたかな、もう、忘れちゃったけど。でも、極ベヒを倒した記憶がなんかないんだよね。まあ、とりあえずね。まあ、そんな感じなんですよ。タコスケでも、倒せない。まあ、タコスケでもって言ってもね、タコスケお前が倒せなくても俺は倒せるわって人もいっぱいいるかもしれないけども、まあ、強いモンスターだったのね。で、強いモンスターに報酬をつけてしまうと手に入らない人がいると。こいつは困ったと。倒した時の達成感はもちろん大事だけども、まず達成感よりも報酬が欲しい人ってのはたくさんいる。ってなると大変だってことで、おそらく主モンスターには報酬装備がなかったんですよ。前置きが長くなりましたけども、ただ、モンスターハンターライズサンブレイクのマスターランクっていうのはいわゆる G 級ということになります。高難易度の拡張コンテンツ、もう嫌がおうにも上位よりも難しくなります。この難しいにもいろいろ定義があるんだけども、上位で難儀してるからじゃあマスターランクは絶対クリアできないかっていうと、そんなことはないんだけども、まあ比較的難しくなるし、特に後半のイベントクエストの後半のねクエストに関しては、これは多分難易度を上げてくると思います。なんでこのモンスターハンターライズサンブレイクっていうのは、ある程度ライズをちゃんとクリアしないとプレイできないから、クリアしてその難易度に納得した上で買うかどうかっていうのを選択できる拡張コンテンツになっていますんで、それ納得した上で買った人たちがプレイするのであればということで、主防具がこっから追加される可能性っていうのはあるかもしれません。これはあくまで本当の本当に妄想に近いものですけども、なんでね、もしそうなると一気にこの通常個体と
今までの主モンスター、それから、追加されるであろう新しい主モンスター等々のモンスターの装備で一気に防具武器の幅が広がってきますんで、ここちょっと期待したいところですね。なんせ今作はナルガクルガの武器めっちゃ強かったですけども、まだ出てきてはいない白ハヤテナルガクルガ多分出てくるでしょう。アラカギ爪ティガレックス多分出てくるでしょう。両方とも通常個体の武器がめちゃくちゃ優秀ですから、これがねサンブレイクでもし主モンスターとして登場して、さらに武器防具も出るってことになると、めちゃくちゃな強さを誇る可能性が出てきますね。この辺は楽しみにしたい。ファッションショー好きとしてもぜひ大雪主ウルククスの装備は装備してみたい。というわけでね、今回はモンスターハンターライズサンブレイク、出てきそうなモンスター、まあ出てくんじゃねっていうモンスター、 7,8割ぐらいは来るんじゃねっていうモンスターのお話でした。それでは TU 回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて